でも、もう一つね、やりたいことがあるので、ちょっとね、まだ、このままやっていこうかなと思います。で、今、何を見ているかというと、これがヘビかな。いや、狼か。狼、ハチ。ここじゃわからん。ヘビ、ヘビ、ハチ。そして、狼、ヘビ、ヘビ、ヘビ。ヘビめっちゃいるね。ハチと狼。あと属性が、はいはいはい。まあ、今から何をするかというと、試練ですね。はい。与えられた、ね、条件に沿うものをね、選んでいくといったものになります。これは攻撃力はワンチャンいくかな。体力はそこそこあるからいけるか。体力。3枚引いて合計が6以上になれば OK。OK、危なかった。はい。初めての試練越えですね。1周目1個も試練達成しなかったんですけれど、はい、試練達成したことにより強力なカードが今回は得られるわけですね。はい。その強力なカード、今回はタッチオブデス持ちの狼にしようと思います。で、トーテムをね、そろそろ変えていきたいので、トーテムを変えていきましょう。ほい。潜水持ちはいらないね。檻は持ってないし、潜水も意味ねえんだよなぁ。あー、すごく微妙。すごく微妙ですね。あーはー。だって鳥いないしな。潜水をとりあえずもらっておきましょう。でも変わらないか。仕方ない。ここは運がなかった。さあ敵との対決。敵のカードは親玉、そしてカラスの卵が2つ。カラスもなかなか厄介なんでね、気をつけていきましょう。まずは、働き槍を、カラスの前に出しておきたいね。はい。これでいける。超えるか。で、1枚いきます。レオナルドもタッチオブデス持ちで結構強いですね。ここは、どっちでもいい。コオカミをとりあえずここに出して、骨が3つあるので、レオナルドも出せます。で、タッチオブデスを持っているので、一番左のカラスの卵以外は全部倒せるんじゃないでしょうかね。OK。はい、結構きつい状況ではあるのか。とりあえずカード引こう。ご控除。そうですね。とりあえずこのターンは、コエルクが、お亡くなりになり、カラスが、1残って、カラスの攻撃を受けるだけなので、耐えれはするね。はい。耐えれるので、じゃ続行します。はい。で、次のカードも引いていきますね。で、小狼か。小狼を働き槍のところに出していくことによって、安全に狼に成長させることができます。で、まあ最後にお小嬢も出して、まあ、
このターン勝ちですね。はい、勝利と。で、罠漁師のところに行きましょう。お金が有り余っているんだ。はい、黄金の皮2つ、もう買えないか。あとはウサギの皮を買って、フルで買っていきましょう。じゃあトーテム、あっと微妙だな。悪臭持ちはありだけどなしだな。サーチにしようかな。はい、リストサーチ。さっきよりは戦いやすくなったと思います。はい、敵のカードはヒメコンドルとモグラ。ヒメコンドルはずるいね。まずは、リスを出すことによってサーチが発動します。ここでね、牧師なんかとか持っておくとかなり強いんですけれど、狼を持っておこうかな。で、狼を出しておこう。ウサギの皮はまあいいや。で、どんどんリスを出していけば、どんどんサーチされていくので、かなり戦いやすい状態ではありますね。ね。どうしよっかな。もう一体狼を、手札に加えていきましょう。これで狼が2匹。だいぶ強いですね。はい、次のカードは、なるほど、リスを出して、ヤモリですね。ヤモリいたよね。どこだっけ。ヤモリ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 いた。ヤモリを出し、2体を生贄に狼を召喚することで、このターンヒメコンドルを倒すことができます。はい、これで OK。 さあ、狼3面はかなり強いですよ。まあ最後に、まあ適当に即死持ちとか持っておくのがいいかな。まあ、出せないですけれどね。まあこのターン終了でしょう。はい、全然危なげないですね。やっぱサーチが強いね。うん、これは戦いやすいですね。カードを得ましょう。ロングプロ、プロングホーンか。コエルク、グリズリーですね。ここは、グリズリーにしようかな。でね、どうしよっかな。シガエル2匹、オオカミは2匹いる。コオオカミも2匹いるのか。あーね。まあ、何があるかというと、こちらの方になります。会話は結構飛ばしていきますけど、因果者ですね。2枚のカードを1枚にするというね、そんな効果があります。あ、そっか。黄金の皮を与えるというのもありだね。いやー、うさぎの足、うさぎの皮でもいいな。どうしよっかな。うさぎの皮にしよう。目をそらした方がいい。まあ攻撃力や体力がね、2枚分になるというね、ちょっと強い内容となっております。はい、ラッキードローね。
敵のカードはヒメコンドルとモグラ。なかなかに厄介。何でもいいけど、普通の高狼を最初は召喚しようかな。あ、持ってたのか。気づかなかった。カメムシは、はあはあはあ、なるほど。と持ちだしね、強いね。で、こっちに召喚して、モグラにちょっとずつダメージを与えていこうか。はい。で、どんどんリスを、引いていきましょう。ドローは、ちょっと待ってね。これはカラスの卵だったよね。だったらいいや。ケイシーにしよう。で、コオカミをここに出すことによって、ヒメコンドルを即死させることができ、次のターンにカラスの卵もすぐ倒せる。で、スズメに対してはカメムシで対応していきましょう。はい。で、こいつもサーチ持ちか。サーチあると楽だね。チートだね、チート。グリズリー手札に入れておこうか。はい、このターンは終了。コエルクか。コエルクはこのターン死にますね。すると。もう手札何着てもいいので、全然ね、何を引いてもよかったんですけど。どうしよっかな。兵士出しておこうかな。はい。一掃されますね、ここ。OK。さあ、あとは、グリズリーも出せるけど、今の盤面が一番いいね。これでかなりのオーバーキル。はい。危なげないですね。さあ、新しいカード。カワセミエルク、プロングホーン。もう一回やろうか。グリズリー、ブラッドハウンド、スズメ。スズメにしよっかな。はい、もう一度金額者のところに行きます。はい。実験をさせてやりましょう。選ぶカードは、ウサギの皮かな。これってどうなるんだろう？どうなると思います？はい。これはどうなるんだ？はあ。どんどん体力が増えていってますね。そういうこともできちゃうんだ。さあ、3人目のボス戦ですね。はい、罠漁師ですね。こいつがかなり厄介なんですが、どういった戦い方をしていきましょうか。そうですね。まずはサーチしていきましょう。おぞましいアンコールが達成。さっきのあの金額者の内容ですね。はい。即死の狼いたよね。即死の狼。いたいた。お手札に加えましょう。で、コオカミをここに出そうか。で、スモークを生贄に兵士を真ん中に召喚でいいかな。
するとね、するとね、ケイシーが先にこのジャンプトラップを破壊してくれるので、この狼は死なないですね。これはありがたい。じゃあその後どうするか。おかげに頑張ってもらおうとは思うけど、おかげを生贄にしましょう。はい、これで奇妙なカエルを倒し、ジャンプトラップを頑張って、あれ正面を破壊すんのか。そんな効果でしたっけ忘れてたね。忘れてたっていうか理解してなかったね。まあ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 、なんとかなりますよ多分。ね、次は働きありか。 OK、 まずガラガラヘビを、ウシガエルの前に出していきます。でカメムシも出せるので出していきましょう。でサーチするカードは皮をね、できるだけ手に入れていた方がいいんですよね。はい、でまあリスを召喚して、さらに皮も手に入れておきましょう。これでとりあえず1回目の勝利ですね。はい、あれバグパターンか、まずる。あーそうですか、そうですか、バグのパターンですか。あ、どうしよっかな、これ勝てっかな。どうしよっかね、バグのパターンは聞いてないな。即死が欲しいね。そうなってくると特殊の小狼はもうお亡くなりになったからな。皮があるのでゆっくり倒していく必要はあるんですけど、ちょっと考えろ考えろ。まあレオナルドをとりあえず持っておこうか。でハサミでここのグリズリーを切ります。でこのターン大方は耐えてくれるはずなので、はい、ここの3、まあ全員なくなるんですけれど、このグリズリーは、次のターン即死で倒せるので、はい、あとはこのターン耐えれば OK。 とりあえず一応サーチはしておこうか。でサーチで欲しいのは、攻撃力2以上のやつですね。2以上のやつ、2のカードデュースにしようか。でもうリスはないからな。そうだな、とりあえず狼の皮をここに出しておいて耐えてもらいましょう。はい、攻撃できる場所ができました。これはかなりありがたいことですね。でウサギの皮と、もう一枚欲しいね。いや、いける。このターンあと2ダメージ与えればいけるので、ここは何でもいい、何でもいいね。一応ヤモリにしようか。でここでデュースを出します。でこの2ダメージで勝てるはずで、まあさらにまあ一応ウサギの皮で耐えていきましょう。 OK、 勝った。危なかったけど勝ちました。はい、一周やってるとね、やっぱ考え方が変わってくるね。はい、運搬ネズミとアメーバ。ここは、運搬ネズミ。
ああ、なんとか勝ちましたね。